はい、プロプラです。今日はですね、フェンダーの最新情報ということでお送りしたいなと思います。最新情報というか、まあ新製品が出るよっていうところですね。ちょっと気になるギターだったので、ちょっと皆さんにね紹介していきたいなと思います。でこれを実はね撮っている段階ではまだ解禁されてないようなんですよ。一瞬だけネット上に掲載されてすぐ消されたんですよね。でその楽器店に一応問い合わせもしてみたんですけど、今のところまだ開示できないということだったんで、詳細ちょっとまだわからないというところもあるんですけど、今撮ってる段階ではそうなんですよね。なので情報解禁があってから、この動画を投稿しようと思ってますんで、それまではねさすがに個人で投稿はできないのかなと思いながら今撮ってます。なんで僕が今から話す内容が 100% 合っているかっていうとちょっと怪しいところもあるので、まあこういうのが出るんだなぐらいでちょっとね今日は聞いていただけたらなと思います。それでは行きましょう。はい、ではその早速ですね、新製品なんですけれども、個人的にはですねかなり僕は今日と興味を持っていて、予約開始と同時にちょっと注文したいなっていうぐらいでね、ちょっと熱い思い入れがあるんですけれども、ただまあ実際に本家から今のところは公表されていない情報なので、おそらく楽器店の方がね早バレしてしまったんじゃないかなと思います。すぐに消されたんですけど、1時間くらいは掲載されてたのかな。それ以降ね、全く音沙汰がないという状況なんですよね。やっとフェンダー本家からね解禁があったということで、この動画を投稿しているというところになります。その商品がこちら、フェンダーメイドインジャパン高志加藤ストラトキャスター。これヤバくないですか？皆さん知ってますかね。言わずと知れた東京スカパラダイスオーケストラのギタリストなんですけれども、この商品が何がヤバいって、まず色がヤバい。色、スペック、ロゴ、全部かっこいいんですよ。一個一個説明をしていけたらなと思います。まずこの加藤隆さんという方、ストラト好きの方ならね、おそらく知ってる方も多いんじゃないかなと思います。彼はねフェンダーのストラトキャスターをずっと使っているんですけれども、まあ、通称流木と呼んでいるですね、このギターで。まあ僕が知ったのは高校生頃かなと思います。今みたいに塗装がハゲハゲではなくって、まあ、剥げてはいたんですけど、まあ、ここまで剥げてないぐらいの感じだったですね。なんか、ちょうどフルシアンテのギターぐらいの剥げ方してたかなっていうぐらいで覚えてるんですけどね。ここでちょっと加藤隆さんのプロフィールをちょっといきたいなと思います。簡単にね。彼は98年から東京スカパラダイスオーケストラのサポートギタリストとして参加をしていました。でその後サポートメンバーでありながらもメインメンバーよりも、ちょっと目立っていくっていうねスタイルだったので、まあ、そのまま正式メンバーになったっていうね、異例の入り方をしたギタリストということで、有名ですね。まあ、やっぱり主にスカなので裏打ちのカッティングがすごくイメージ的には多いんじゃないかなと思いますね。もちろんそのカッティングだけではなくてリードギターもやるし、ソロも弾くし、かなりねでも目立つギタリストの一人じゃないかなと思います。このスカパラのサポートとして活動し始めた、まあ、98年頃にこの流木と出会うわけですね。当時はすごく綺麗なギターだったようですね、購入した当時はね。ただ24年間ずっとね弾き続けた結果、今みたいなこのすごい塗装が剥げて、色も変わってしまってすごくかっこいい見た目になってるんですけども、この雰囲気がねこの24年間で出来上がったということですね。でこのギターは65年製、まあ64年とも言われているみたいなんですけれども、一応まあ本人は65年製だと、言っております。中身自体は結構いじってるみたいで、ピックアップを変えたりだとかは、結構してたみたいですけど、今はオリジナルに戻しているというふうに言っておりましたね。はい、まあ、そういった歴史を持つ流木、こちらをですよ、とうとうフェンダーがシグネチャーモデルとして販売していくわけですね。この65年のストラトの仕様を、まあ、できる限り再現しているモデルということになります。でこれを撮ってる段階ではですね、スペック表とかも、ちょっとチラ見したぐらいなんですよ。なんで、まあ、細かいところは覚えてないんですけど、まあ、僕なりにチェックしたところもあったんで、まあ、そこをねちょっと記憶の限り辿っていきたいなと思います。まあ、もしかしたらこれ正式に発表された時には少しスペックも変わっているっていう可能性もあるので、もし変わっていたりすれば一応概要欄に修正点などね上げていきたいなと思います。まずこちらですね、65年を象徴するスモールヘッドにトラジションロゴという組み合わせ、これがねなかなか今までのフェンダージャパンから、まあ、見ていてもですね、なかなかあんまりなかった、仕様ではあります。でこの少し大きめなホワイトパールのドットインレイ、これも65年の仕様ですね。でネックの形なんですけども、握りとかね形とかに関しては加藤氏の流木をね参考にしたシェイプを、扱っていると
ということです。これギターマガジンでの確かインタビューだったんですけど、流木のネックシェイクは割と薄めだと言っておりましたんで、もしかしたらそういったちょっと薄めの握りになってるんじゃないかなと思います。一応 C シェイクというふうにはね歌ってたんですけどね、まあ65年仕様なのでですね、ローズウッドはラウンド張りになっております。そして僕個人的に嬉しいのがシバンラディアスが 7.25 インチというところですね。もう最近のフェンダーはほんと 9.5 インチばっかりで、いい加減ちょっと 7.25 の復刻をそろそろ始めてほしいなと思いながら願っているんですけれども、まあ今回この流木に関しては、もう流木って呼んでますけどね、流木に関しては 7.25 インチということで個人的には嬉しい仕様になってます。そしてボディはもちろんアルダーですね。でこれもね、最近やっぱバスウッドボディとかが多くなってきて、特にカラーがついたね、モデルに関してはバスウッドボディが多いんですけれどもね、結構前かなに出たフジファブリックの山内総一郎さんモデルに関してはすごくいい色のねフェスタレッドなんですけども、まあ中身はやっぱりバスウッドだったりとかね、しました。それでもやっぱ12万ぐらいね超えてきてるような状況なので、なかなかやっぱここ最近のね値上がり市場は、ちょっとバカにできないなと思うところですよね。そして各種プラスチックのパーツだったりブリッジなどはアメリカンヴィンテージだったり、最近だったらアメリカンオリジナルかのシリーズに使われているピュアヴィンテージのパーツを採用しているというところでした。で心臓部と、なります。このピックアップ、これがこのモデル専用に作られたピックアップということでした。うん、ここもちょっと注目したいところですね。まあ、最近ねメイドインジャパンのシリーズに関しては結構国内で、ピックアップを作っていることが多いんですよね。ヘリテージシリーズだったりとか、最近のハイブリッドシリーズとかね、全部国内のピックアップを使っているんですよ。ちょっと前だとピュアヴィンテージの5級ピックアップとか6号ピックアップとかね、よく使ってたんですけど、このギターに関しても国内で、オリジナルで作ったピックアップということなんで、ちょっと気になってます。まあ65年製を、まあ、おそらく意識した作りなので、ちょっとパワフルになってるんじゃないかなとかね、思いながら期待したいところですね。そして最後に、塗装ですね。大事な塗装、まあ、このね色すごくかっこいいんですよ。青がちょっと焼けたようなね色、まあ、その名もパラダイスブルーという、お色なのですけど、お色なのですけれども、まあ、この塗装自体は、トップラッカーということで、記載がありました。まあおそらく下地などはポリウレタンじゃないかなと思います。ヘリテージシリーズがそうですね、下地がポリウレタンでトップがラッカーというふうになってますね。まあそれとほぼ同じような作りをしてるんじゃないかなと思ってます。はい、どうでしょうかね。ザザザーっとスペックなどね、見ていきましたけど、もちろんまだ発表されたばっかりで9月下旬の発売ということだったんで、店頭にもまだ全然並んでないようなギターなので、ちょっと試す機会っていうのはまだ全然ないんですけれども、実際ねこれめちゃくちゃ気になってますこの動画が投稿される頃にはもしかしたら注文してるかもしれないです僕ね。っていうのも65年仕様のストラトってすごい好きなんですよね。トラロゴかっこいいし、で、まあ、今回もこのブルーがねすごくいい色なんで、公式の写真しかまだないんですけどね、すごく綺麗な色だなと思いながら、そしてしかも、僕の大好きな加藤隆さんのねモデルということなんで、まあ、ぜひこれは手に入れたいということでね、もしかしたらもう注文してるかもしれないです。詳細情報はね概要欄に貼っておきますので、まあ、気になる方はぜひチェックをお願いします。どうですかね、最近のフェンダージャパン、昔で言うフェンダージャパンは個人的には評価が高くて、一昔前のフェンダーに統一される前のいわゆるフェンダージャパンの頃のフェンダージャパンは本当になんかこうあんまり個性的ではなかったかなと思ってて、まあフェンダーになってしまって、メイドインジャパンなのかメイドインメキシコなのかメイドイン USA なのかっていうのに分類が変わって、名前自体はもうフェンダーという風になってますよね今ね。マスタービルダーなんかも日本の工房に足をね、踏み入れて指示をしていって、で変更もねかなりかかったってことだし、まあ、ネックを主に変更していったってことなんで、確かに僕もね実際に最近のフェンダーメイドインジャパンの、ギターを過去に2本ほど持ってました。一つはリミテッドコレクションっていうモデルの50年代風ストラトと、もう一個はハイブリッドシリーズの、テレキャスターですね。一時期持ってたんですけど、確かに昔のフェンダージャパンと比べて鳴りが良かったなと思うんですよね。やっぱそれってやっぱネックを変更かけたからかなとか思いながらね、思ってるんですけど、まあそういう意味で僕的には最近のフェンダージャパンはメイドインジャパンに関してはすごく評価は僕としては高い。全然安物ギターではないですよ。
まあ、実際に安くないしね、うん、最近もう本当に安くない。だいたいミドルスペックでだいたい10万を超えてくるようなギターがいっぱいあるので、昔みたいになんかフェンダー USA が買えないからフェンダージャパンを買うみたいな、劣化版みたいなイメージではないですね。なので本当に選択肢がたくさんあると思った方がいいのかもしれないですね。もしフェンダー USA の現行品だったら、今だったらこうウルトラとかですかね、そういうのがいい方はそれに行けばいいし、アメリカンプロフェッショナルとかアメリカンウルトラとか、そういったのがフェンダー USA には存在していて、アメリカンオリジナルももう廃盤になりましたけどね、とか、あとはちょっとクラシックシリーズみたいな形でメイドインメキシコの方にはそういったものがあったりとかで、フェンダーメイドインジャパンに関しては昔でいうアメリカンデラックスみたいな仕様の、ギターがたくさんあるし、アメリカンスタンダードと呼ばれていたようなギターが今はメイドインジャパンのラインナップとして存在している。なので本当に垣根を越えて欲しいものを選ぶような現状になってますね。フェンダーに関してはね、欲しいものがたまたまフェンダーのメイドインジャパンの製品だったとか USA だったとか、そういったレベルだと思うんですよね。だからメイドインジャパンだから劣ってるとかメキシコだから劣ってるとかじゃなくて、欲しい仕様がたまたまその国が生産してたみたいな感じですよね、単純にね。そういった感じで思ってもらっていいんじゃないかなと思います。メイドインジャパンには魅力的な製品もいっぱいあるし、 USA にも魅力的な製品はいっぱいあるし、ただ僕が思ってるのはアメリカンオリジナルのシリーズがもう生産完了しましたんで、もしかしたらアメリカンヴィンテージシリーズが再度ね発表されるんじゃないかなとはちょっと期待してます。個人的に気になるのがやっぱりアコースタソニックですね。めちゃくちゃ良くないですか、あれ。エレキの音も出るし、アコギの音も出るし、パーカッシブにも使えるしっていう、なんかすごいいいんですよね、あれってね。すごい考えられてる製品ですよね。あれと、何かしら、まあ、ストラトだったり、テレキャスだったり好きなのが一本あれば、もう何も困らないんじゃないかなって、正直思いますよね。ということで、ちょっと余談が長くなりましたが、本日はね、高橋加藤ストラトキャスターを、紹介していきました。ただね、ちょっと気になったことだったりとか、ご存知のことだったりとかあれば、ぜひぜひコメント欄にね、どんどん書いていていただければなと思います。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。